こんにちは、知得週刊コサイ MC の飯田真紀です。この番組ではコサイ市内のニュースや身近な話題を毎週更新でお届けしています。寒い日が続いていましたが、ここから少し寒さが緩むのでしょうか。何にしても体調管理は万全に、元気に過ごしましょうね。それではラインナップです。湖西市は10日、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、従来の形での成人式を取りやめ、新成人の誓いや恩師のメッセージなどの動画を配信しました。湖西市は今月4日、首都圏を中心とした新型コロナウイルスの急速な感染拡大や規制による感染リスクを考慮し、10日に予定されていた成人式の式典中止を発表しました。代わりに新成人の誓いや恩師からのメッセージなどの動画が市のウェブサイトで配信されました。新成人の皆様、本日は誠におめでとうございます。湖西市を代表して心からお祝いとお喜びを申し上げます。本当は皆さん全員で一緒に成人をお祝いしたかったですけれども、今回の新型コロナウイルスの拡大状況、さまざまな要因を踏まえてオンラインの開催ということにさせていただき、皆様には申し訳なく思っています。どうか皆さんにはお友達と会ったり写真を撮ったりしながら、そして安全に安心してお過ごしをいただきたいというふうに思っています。動画では影山武市長や新成人の恩師によるメッセージがあったほか、新成人代表4人が誓いの言葉を述べました。新成人の誓い。私たち成人がこの式を迎えるにあたって、これまで育ててくれた両親をはじめ、お世話になったすべての方に感謝します。すでに社会へ出て働いている人も、これから社会へ出ていく人もいます。成人になった今、人を思う気持ちを胸に、これからさまざまな形で社会に貢献していきたいと思います。これからは成人として大きな責任と権利を得ることになります。自分の行動に責任を持ち、成人としての自覚ある行動をしていきたいと思います。最後にお祝いや激励のお言葉をいただいた湖西市長様はじめ、皆様に心からお礼申し上げます。令和3年1月10日、新成人代表佐原珠樹、伊達俊樹、山本瑠香、柳川樹希と。式典は中止になりましたが、街中ではスーツや振袖をまとって少人数で集合し、記念撮影するグループの姿もありました。皆さんはお友達ですか？あ、そうですね、はい、バイト仲間バイト仲間以前に友達だから、ね、友達です。どうですか、今成人迎えられて。いや、ちょっと気持ちがいいですねなんかどんな大人になりたいとかありますか？いや、ちょっと20代は、まあ、うちのバイトの店長のようないい人間になりたいなと思ってます。店長どなたですか？店長はあちらにいます今の気持ちは、そうですね、二十歳になってこれから新しい人生をスタートしていこうかなと思います。将来は保育士になりたいです。じゃあ今保育士の勉強とか頑張って。そうです、はい、成人式できなかったですけど、着れて嬉しいです。どうせならやりたかったんですけど、まあ仕方がないって感じですかね。いや、大人の階段一歩登ったかなっていうのが呼ばれてねえよっていうのと、やっぱ最高の仲間と最高の瞬間を過ごして最高だと思います。一番仲いいのは誰ですか？いや、選べないですね4人が一番仲良しですか？もう一人本当はいるんですけど、遅刻なんでそういうやつは切り捨てていきたい、とても最高な気持ちです、これから成人として頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします、
本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。親に感謝の気持ちしっかり伝えたいです。どんな大人になりたいとかありますか？うわ、もうかっこいい大人になりたいですね。まあ二十歳迎えてもう、まあ、悪いことしたら名前出ちゃうんで、親に迷惑かけないように真面目に生きていたいです。なんか成人して大人になった気なのかなと思います。特にあの一番仲いい人とかっていますか今？あ、います。誰ですか？あのビクター君なんですけど、ね、じゃあちょっと一緒にどうですか今の気持ちは？こんばんは。こんばんは。とても大人になった気分です。大人になって、はい、いつも昔から仲良くて、はい、はい、成人式は中止になっちゃいましたけどどうですか？それでもこうやって寛治君と出会えたのでとても嬉しいです。なんかどんな大人になりたいとかありますか今後？タクシーの運転手になろうかなと思ってるんですけど。バスの運転手になりたいと。はい、皆様コロナに十分気をつけてタクシーを使いましょう。配信メッセージは現在も視聴できます。恩師からのビデオメッセージもありますので、新成人の皆さんはぜひご覧になってみてください。さて続いては番組リポーターが湖西の街を巡るコーナー、ブラ旅湖西です。今回はオレンジの皮でアート作品を作る作家さんをまちちゃんが訪ねてきました。こんにちは、ウィンディ湖西営業所の山本まちです。今日は湖西市内にみかんの皮でアート作品を作る方がいらっしゃるということをお伺いしたので、ぜひ訪ねてみたいと思います。行ってきます。みかんの皮でアート作品ですよ。やっぱアートと湖西営業所内でアートといえば私なんで。そう、3人しかいないんですけど。じゃあ行ってきます。ウィンディ湖西営業所の今どき女子、山本町、19歳。そんな彼女が湖西の町をぶらっと旅するぶら旅湖西。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。お正月は？お正月は寝て過ごしましたね。寝る子は育つって言うじゃないですか。多分身長伸びました。マチさん、初夢は見た？見ましたよ。どんな夢？私今年成人式なんですけど、成人式でなんか代表の人みたいなのが、喫煙者いますかって叫んだ瞬間、みんなはいはいはいって前の壇上に上がってくれました。どういうこと？いや、わかんないです。何人ぐらい出てったの？でも20人もいましたね。2、30人もいましたよ。まさ夢にならないといいね。どんな中学ですか？みかんの木がなってるからこの家ですか？あ、本当だ。ここですかね、みかんの木育ててるから多分。着きましたね。こちらがみかんアート名人の医療室ということで、もう庭先にみかんがあるんで、これでみかんのアート作り放題っていう感じで。さすがですね。早速ご自宅の中へ。こちらがみかんの皮でアートを作る土屋清隆さん。よろしくお願いします。よろしくお願いします。みかんのアート作品、みかんの皮のアート作品を作ってらっしゃるとお伺いしたんですけど、はいはい、世界で僕しかいないですけど、はい、すごい今すごい方にお会いしているということで、何年ぐらい作られてるんですか？僕ね、はい、まあ退職、60歳で退職してからだもんだね、はい、まあ、今は9年目に入っています。早速アート作品見せていただいてもよろしいですか？はい、で用意しておりますので。 ありがとうございます。ほんの一部ですよ。ほんの一部たくさんありますけど。失礼します。ということでみかんの皮アートを見せてもらいました。はい、そうです。これ全部みかんの皮ですか？はい、全部みかんです。ちょっと信じられないかもしれないけど全部みかん。近くで見ていただけるとよくわかると思います、はい、これ色を塗ってあるからね、わからなくなっちゃう。あ、すごい、これも全部みかんなんですね。このどら焼き、みかんの皮。すごい、どら焼きだけどみかんですよ、はい、これおかしいでしょ、ちょっとこれも、はい、みかんだけどリンゴ。なんかちょっと美味しそうですね、みかんの味するリンゴ、ちくわもね、はい、大根も
すごい山里って こんにゃく、はい、これ全部みかん、はい、なぜこれを作ったかというと、はい、エールって知ってます？あ、朝ドラでやってた、はい、あの朝ドラを見てて、はい、これ見たらもう作らずにはいられなくなって、はい、ここでエールを作ったんです。へー、すごい、うん、これはね、誰だかわかる？くだね、くなんつった？なんとかかですね、久保田正孝、はい、あちらはわかる？に、なんとかみですよ。二階堂ふみさん、若い子が知らんでどうするか。なかなか演技がうまかった2人とも。でちなみにみかん何個ぐらい使ってこれね、これだとどうだ、300ぐらいかな。全部食べてるんですか？300食べる、すごい。食べるとこんなに大きくなる、はい、ここがしかちょっと黄色い気がしますもん。みかん色みたいな。今回ビンディへのプレゼントも用意してくれました。ありがとうございます。色鮮やかですね。これはね、はい、三日日みかんで作りました。三日日みかんで、はい、こちらは、はい、あの表側、はい、こちら側裏側、これ桜ね、はい、どうですか、うまくできてる？綺麗ですよね、もう、フォントが素敵。それで、はい、ちょっと浮かしてあるからね。そうですよね、なんか横から見ると立体感があって、うん、なんかあれですか、ニスとかで仕上げてらっしゃるんですか？うんとね、乾かして、まあ、木工用ボンドを塗って塗り固めるでしょ、はい、それからニスを塗る、防水になるから。あ、じゃあこれは雨にさらしといても、さら、うん、しちゃうから濡れても大丈夫だけど、さらしといちゃうからよ。お風呂につけても、まあ、ダメだよ、お風呂内じゃダメだよ。よかったら、はい、あのいただいもらっていただければ、ありがとうございます、はい、ぜひ事務所に飾りたいと思います。その他にも力作がたくさん。こちらは牛年にちなんだみかん和牛。こんな面白いのはこんなのがあるよ、はい、お金、すごい、六文銭、え、亡くなった時にね、あの世行くにね、あの私船に乗るときに6門いるって言われてる。で、まあそのために僕用意してる。あ、僕が死んだらこれ入れてもらう必要な。なんか悲しげに見えてきた。だけどね、こういうのはね、先に用意しておくと長生きできるだよ。あ、そうなんですか。何でもね、用意すると割とね、早く来ないの。あ、そうなんですか。で、今のうちに棺用意しておきます。次はこれ、棺用意。これ、みかんの皮で棺を作るから。ベッドの横に常に置いておきます。このケーブルはね、赤い糸と同じなの。ケーブルテレビに秘められた私は運命を信じるわ。驚きと快適のネットプラン、さあつなげていくよ。ケーブルガールズハートバーン。もう地域の情報たくさん詰まってますから、ネットのお得さ快適さに本当にびっくりしますよ。とにかくサポートが充実してます。早いです。ケーブルテレビ見てね。ケーブルガールズ、さあつなげていくよ。続いて土屋さんが発明したというみかんの皮むき器を見せてもらいました。これってお名前なんていう？土屋です。あ、これがこれがあ、違う、オレンジシュッター。オレンジシュッター、土屋がオレンジシュッターということで、はい、ちゃんとあれですよ、土屋さんの電話番号が載ってる方を宣伝してますから、はい、はい、お電話お待ちしておりますよ。はい。使い方を実演してもらいました。ワンでこうヘタのとこへちょっと出す。あ、はい、ここでジョッキジョッキジョッキヘタを取るでしょ。あ、取れた、はい。次はここツー、外の皮、みかんのを巻いて、ここでここへ刺して、はい、ちょっと起こす。ここ向いておくでしょ、はい。ここでここを取ったらから こっちからでもこうやって向けるし、薄皮だって向けちゃいます。続いてまちちゃんもチャレンジ。溝の中入れて、溝を中に入れて、軽くこちらの方を今度下げて、はい、開いて。お子さんでも安全簡単に使えるそうです。三日日みかんだと。あ、そうなんですね、うん、いただきます。うん、うん、まあ慣れれば簡単だ。こうやってシュッてこうやってやるだけだ、はい、でシュッて
これおいくらで販売されてるんですか？これはね、はい、あの消費税別で350円。あ、そうなんですか。龍ヶ主堂で販売して、あとね、この近くの道の駅でしか売ってない、はい、あ、道の駅で売ってらっしゃる、うん、塩見坂で。あ、そうなんですか、うん、こちらのオレンジシュッター、湖西市のふるさと納税の返礼品にもなっているそうです。まだ注文1個もないこれからです。これからインディーさんに宣伝してもらって7000円寄付するとこれ5個もらえる、はい、5個。1万3000円だと10個もらえる。10個かなり便利です。硬い革とかでもいけますもんね、はい、これね、ネイルした時にぜひ使いたいと思います。ちょっと見えちゃったんですけど、鬼滅ですめちゃくちゃ流行に乗っかってますね。鬼滅って書いてあるあ、刃まで入ってます。鬼滅の、あ、ちゃんと。現在制作中の作品も特別に見せてもらいました。で、このマークをこの胸に入れるの、こうやって、はい、こうやってやるの。ちなみに土屋さんのお家のあれですか、みかんの消費量ってどれぐらいなんですか、年間とかで。年間、はい、まあこういうみかんだったら僕2つは食べるんだね、1日に。毎日欠かさず、うんうん、うちのかみさんも2つ食べるでしょ。その300ばっかじゃないよな、やっぱ500-600食べるかもしれないね。すごい。じゃあもう土屋さんの体の 80% はみかんでできてる。そう、みかん性うまい。もう座布団を差し上げたいところですそして家の外にも作品が。チコちゃん、これも大きいですね。チコちゃん、すごい。キヨエちゃん、キヨエちゃん、かわいいですね。いや、すごいリアル。ここにはね、はい、大河ドラマのキリンが来るの一部が載ってある、ね、やっぱ土屋さん NHK とドラマが好きですよねNHK のドラマが好き。そうだね誰だマツコデラックスですよねこれイヤリングやってる。あ、本当だ、イヤリングに。これ実際にイヤリングにできますよねちょっと重たいちょっと重たいこれはね、製品だもんね。あ、すごい、はい、東京オリンピック用の五輪。あ、本当大きいですね、これも、うん、あ、ハート型になってますね、うん、ハート型。これとかもめちゃくちゃ細かいですね、このギザギザの部分とか。そうね、これはハサミで切っていく一個一個、うん、あ、リアルなパンダですねパンダ運転してるんですかヒゲの部分だけはススキの方の、ススキの方、これも植物なんですね、うん、これ貼っ付けたな。土屋さんにお願いしてみかんの皮で一輪の花を作ってもらいました。ね、筋がはっきり見えるようになる。ここ、ここに当てて、こうやって削るの。本当だ、食べられる、ね、お姉さんみたいに肌が綺麗になる。これはおじさんの肌だな。上手、お上手なってもらったいや、でも確かに見てるとこれは修行が必要だなと思いましたねこれギューッと絞る、水分出てくるよ。本当だ、手が顔にそろって塗っとくと、あ、美肌にいいんですかわからないそう、今すごい信じちゃったのにこれで乾かす、乾かす、はい、これで火に干しとく、火に干しとく、はい、うん、もうすでにお花ですもんね、すごく。これがアイロンがけ何回かして乾かしたらこういう状態に、はい、これは木工用ボンド、木工用ボンドとニスでやってみて、チャレンジやってみますこれあげます。あ、本当ですか、ありがとうございます、はい、育ててみますねいろいろ見させていただいてありがとうございます、はい、今後の抱負とか聞いてもいいですか。今後の抱負、はい、これを全国の人に知ってもらって使ってもらいたい、はい、それが夢。このオレンジシュッターで天下を取るっていうことですね、うんうん、天下取る、天下取る、大きく出たなじゃあこちらのオレンジシュッター、もうウィンディは会社をかけてオレンジシュッターを応援しますので、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます心強い味方ができたなふるさと納税と、あと道の駅、道の駅、道の駅、塩見坂、ね、と、あと土屋さんに直接、あ、そうでも大丈夫です、ね、注文しても、はいはい、オレンジシュッターをどうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします
はい、今日からみかんの革アートの師匠と呼ばせていただきます。ありがとう。ありがとうございます。じゃあすいません、こちらもいただいちゃって、はい、いいっすな、営業所の方に語っておきますので、はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ご苦労様でした。じゃあ、はい、ありがとうございます。いや、こんな素敵な作品までいただいてしまっていいんですか、こんなのいただいちゃって。ありがとうございます。もう古材業所にずっと飾っておきましょう。看板のところに、あ、で、雨ざらしにしたらダメでしたっけ。じゃあこちらにつけていきたいと思います。いいですか。いいよ。女子の声じゃない、ちょっと。よし。あ、いいね。どうですか、白い壁に黒のコントラストが映えて、その中にオレンジが、どうですか、鮮やかじゃないですか。鮮やかですよね。そう、鮮やかなんです。今日すごい土屋さん気さくな方で、お話も面白いですし、またコロナが明けたら龍河指導とかでお会いできるみたいなので、ぜひ会いに行ってみるのもいいんじゃないかなというふうに思いました。ということで、今回のブラ旅古材山本町でした。ありがとうございました。バイバイ、またお会いしましょう。今日はみかんアート名人土屋師匠のお家に行ってきました。どの作品もとてもカラフルで面白かったです。土屋さんの発明したオレンジシュッターもとても便利なので、今年の冬はこれで決まりだなと思いました。ぜひ皆さんも使ってみてください。終わり。土屋さんのアート作品、どれもユニークなものばかりでしたね。さて続いては今週のニュースをお届けします。新春恒例の古材師消防出初め式が10日鷲津中学校で行われました。今年の消防出初め式には、消防団員243人と消防職員49人が参加。式典では金属功労賞や特別功労賞の職員団員に賞状が手渡されました。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、例年は体育館で行っている式典をグラウンドで行ったほか、内容も一部省略されました。古材師消防本部の職員による中高層火災を想定した救出訓練も行われました。訓練でははしご車を使って高所に取り残された要救助者を救出し、煙の充満する屋内に入り火を消す手順を確認しました。冷却する必要があります。そのため冷却する方法、最後は全13分団と女性分団、消防職員が分裂行進を行い、防火防災への決意を新たにしました。古材師消防本部によると、昨年の火災出動件数は17件で、おととしに比べて5件減少、救急出動件数は2004件で、おととしより189件減少しています。冬場は空気が乾燥しているので火災が発生しやすくなっています。コンロや暖房器具を使用される際は十分に気をつけてくださいね。最後は番組から視聴者プレゼントのお知らせです。現在ウィンディでは番組やサービスに関するアンケートを実施しています。皆さんのご意見やご感想をお聞かせください。アンケートにお答えいただいた方の中から抽選で45名の方にご当地グルメをプレゼントいたします。アンケートにはウィンディのホームページかご覧の QR コードから回答いただけます。応募期間は1月20日水曜日までです。
皆さんからのご応募をお待ちしています。さて今週の取得週刊コサイいかがでしたでしょうか。春を待ちわびる今日この頃ですが、私はすでに鼻で春を感じています。花粉対策もそろそろしないといけませんね。それではまた来週、さようなら。